さあやってまいりました。愛知県ハンバーグ食べログ1位、ヒッコリー。こちらは土曜日の18時にお伺いしましたが、16組待ち、その後も10組待ちが続くほど大人気店でございます。こちらは国産和牛 100% のハンバーグが有名で、プラス超ミディアムレアのハンバーグが有名です。ジャーマンハンバーグがナンバーワンの商品となってます。こちらサラダ。ちょっとサラダは旨味が足りなかったかなっていう部分は否めないかなと思います。ただ、このドレッシングは他のお客様には大人気のドレッシングとなってます。コーンスープ、うまかったですね。浅熊には勝てないけど、浅熊に匹敵するコーンスープ。欲を言えばもうちょっと熱々の方が、また個人的には最後かな。でも美味しいコーンスープでした。パンかご飯迷ったんですけど、パン。パンは噛めば噛むほど味がしっかりしていて、甘すぎずバターの味もしっかりして、完璧なパンでした。もう一個食べたかったですね。こちらが、左が粗挽きハンバーグにつけるガーリックソース。右がジャーマンハンバーグにつけるステーキソースです。さあやってまいりました。左が粗挽き、右がジャーマン。結構な量ですね。見てください。このコーンの量。どんだけあるんだっていうぐらいのコーンの量ですね。こんなにいらないんだけどなっていう感じなんですけど、一言聞いてもらえれば、もうちょっと少なめでよかったかなと。ハンバーグなら浅熊、ステーキ浅熊と比べるんですけど、個人的な見解ではステーキ浅熊の方がお気に入りかな。ただこのハンバーグの一口目のインパクトも絶大でしたね。ただ二口目三口目になるとちょっと肉の素材の味が 100% 出た感じで喧嘩した感じになってましたね。こちらが当店ナンバーワンのミディアムレアのハンバーグ。真っ赤かですね。この通りほぼミディアムレアです。ぜひご来店お待ちしております。今日食べたのこちらですね。1880円。こちらがメニュー表となってます。ジャーマンハンバーグが当店ナンバーワン。もちろん超ミディアムレア、さっきの動画に載せたんですけど、もちろん粗挽きやワイルドジャーマンなどいろんな種類のハンバーグが楽しめます。ハンバーグ好きには嬉しい限りですね。ハンバーグもこう見るといろんな種類のハンバーグがあるんだなっていう感じがしました。わさびマヨネーズハンバーグも気になったんですけど、また次回食べたいのかなと感じですね。さっきの粗挽きハンバーグとジャーマンハンバーグのハーフハーフはメニュー表に載ってないので、店員さんに言っていただければいいかなというふうに思います。接客は基本無難な感じでしたね。当たり障りのない無難な感じ。でも忙しい中の接客と考えれば合格点を上げれる感じなんじゃないかなと。もちろんお子様メニューもあります。家族連れも多かったですけど、やっぱ客層的にはカップルが多かったですね。ほぼ6、7割ぐらいカップルで占めてましたね。やっぱハンバーグって女性好きなのかなっていう感じ。やまたあと人気店は女性が、好奇心旺盛な女性が好きなんだなっていう感じでしたね。セットもいろんなセットがありますね。僕はコースセットを注文させていただきました。でもこう見るとコース900円かな、ちょっと高いかなっていう感じですけど、まあこんなぐらいかな。
デザートも種類は少ないですけど置いてありますね。やっぱハンバーグを食べた後はお口直しのデザートは必要かなとも思います。もちろんドリンクでもいいんですけどね。駐車場は警備員さんがいましたね。やっぱ混むんで警備員さんが入らないと事故につながる理由だそうです。もうこう見ると名古屋は佐久間がハンバーグが有名で、こちらのヒッコリーも後追いしてハンバーグを、美味しいハンバーグを提供してくれるっていうことで、やっぱ相乗効果がやっぱあるんですね。やっぱり資本主義だから競争社会、こういうお互いがいい競争は本当お客さんにとっては最高な感じだというふうに思います。サラダだとやっぱ柳橋市場の焼肉は肉屋のサラダが一番美味しかったですね。まあ何回も言いますけど、新鮮さで言うとブロンコビリーがいいかなと個人的には思います。今日はヒッコリ本店に行きましたね。ヒッコリウエストなど姉妹店もありますので、ぜひお近くの方はご来店をお待ちしております。でもハンバーグ時たま無性に食べたくなるよねっていう方は間違いなくヒッコリに行った方がいいかなと。人生で食べたことないハンバーグを食べれるんじゃないかなというふうに思います。来店時は早めのご来店をお待ちしております。6時とかピークになると16組15組待ちは当たり前なのでよろしく。ではバイチャー。